その発根管理ね、約3週間経過しましたけども、状況がね、非常に良くないですよね。完全にね、もうね、株のこの辺とかね、痩せてきてるし、へこんできてるんですよね。で、顔色も悪いし、いやー、もうかなり厳しいんじゃないかなと思って、動画を回しております。そしてパキプスも回しております。湿度もね、結構ね、5、60度保ってやってはいたんですけども、やっぱりね、日に日にね、こう痩せてくんで、水分がね、持ってかれてるんですよね。もっとね、水分の湿度を高くしなきゃいけなかったのかもしれないんですけど、ちょっとなかなかね、高湿度に保つのが難しくて、環境づくりに失敗したかなと思っております。ね、本当にね、あれよあれよという間に、痩せてきてしまったっていう感じですよね。まあ、この辺に見えてるのはちょっと別に芽が出てるわけじゃなくて、未生を失敗したやつをね、捨てきれずにね、まだ緑が残ってる状態で残しているって感じですね。まあちょっと根っこを抜いていきますかね。多分っていうか発根してないんでしょうけど、にしてもね、痩せすぎなんですよね。本当にね、末期がん患者って感じなんですよね。じゃあとりあえずね、こういう温度、さっきね、ヒートシーターを抜いたばっかりなので40度ってなってますけど、40度ぐらいでね、じゃあ、行きます。行きますよ。多分ね、スッて抜けるでしょ、これ。ね、スッて抜けてね、そのまんまね。はい、じゃあ行きますよ。根の状態。全くね、生えておりません。全く生えておりません。まあ、思ったよりはへこんでなかったかなって感じだけど、かないですね。抜いちゃダメだとはね、よく言われますよね。抜いちゃダメだとはよく言われるんですけど、明らかに痩せてきてるんで、大丈夫なのかなってことで、ね、抜いちゃいましたけどね、全然ね、生えてませんよね。だから何か起爆剤をもう投入するしかない段階になってきたかなっていうふうに思ってます。ちょっとよく自分の肉眼で見ますけど、すごい湯気が出てるね。40度だからやっぱり。どうしたら、ちょっと匂い嗅いでみます。匂いは別に普通。全然なんか焼き芋のこう焼いた後みたいなね、そのぐらいな感じですよね。断面も別に黒ずんでるって感じではないですけども、ただ単にこうなんか黒く焼き芋が湿った焼き芋、本当に焼き芋ですよ。まさに焼き芋のこうふかふかの状態って感じで、まあ押したくはないですけど、みんな柔らかいって感じは見受けられないですけど、多分このままじゃね、死ぬなってことなんで、何かね違うアクションを起こさなくてはいけない段階になってますね。でこういうところからちょっと黒っぽいこう樹液っていうのかな、なんか鎖っていうのかな、なんか要するにこういうところから抜けちゃってるんでしょうね、水分がね。あとはこの実際にこの根のこういうところはどうなんでしょうかね。その株死んでますよってコメントねありましてね、確かにそんな気がしたんですよね。なんですけどまだね、縮むってことは生きてるってことでしょ。縮むってことは生きてるということだと思ってますので、ちょっと待ってね、ピントが縮むってことはね、生きてるのかなっていうふうに思ってますんで、まあ諦めたくはないんですけども、まあちょっとこの状態はまずいなと。この状態はまずい、非常にまずい。何かのアクションをしなきゃいけないけど、根っこのね、この処理はするべきなのかどうなのか。よくリセットっていう聞きますよね。リセットして出た人を見たことがないんですよ、自分。リセットしたので出ましたっていう報告を一度もね、受けたことがないので、正直そのリセットってどうなのっていうね、感覚なんですよね。あとリセットしたらまた体力なくなるわけでしょ。だからもしかしたらここで形成されてんのかされてないのかわかんないですけど、リセットかけると、またそこから一からになっちゃうので、厳しいの、自分はリセットはしないですね。もうちょっとこれを信じてやるしかないと思ってますので、
どうすっかな、水耕に移そうか。ちょっと本当にへこみがね、あの日に日にこう縦じわがねこう入ってるんですよ。こう縦じわがこう入ってきてるんで非常にまずいと、あのもう一個のね株はねかなり順調でへこみもなくいってるんですけど、こいつに関しては本当にね見るたび見るたびにこう縦じわになって、縦じわは超まずいですよね。グラキリスを思い出しますね、私のね、あのグラキリスを思い出します。グラキリスでも縦じわが入り始めたらもう終わりでしたね。もう救いようがなかったんですよ。あとこういう穴は何だったんだろうなと思った、今思うと穴は、まずいな、非常にまずいので、若干水耕気味にするかな。ちょっと若干水耕気味に切り替えます。ね、多分どうなるんでしょうかねってとこなんですけどね。ただ水耕にするとあのこの根っこがね、あの酸素を吸えないんですよ。酸素を吸えないとダメなんで、いや悩むなってとこですよね。ちょっとね、まあちょっとあんまりねこう言っててもしょうがない、時間ばか経っちゃうので、まあこれ以上は言わないですけども、まあちょっとこういう状況、今日3週間経って、3週間かな、もっと経ってるかもしれないな、ちょっと正確にはねあのわからないんですけども、結構でも1ヶ月近くやってるような気がします。ちょっとあの日にちは後々確認しますけども、ね、まずい状況、カビがね出てないっていうのはまあいいんですけど、ただカビてないだけがねいいっていうわけじゃないので、濡らし気味ではちょっと乾燥気味になっちゃったんですよね。最後の頃こう忙しくていろいろ設備をね自動でねこう、水分を補給するっていうあの方法も取っては見たんですけど、ほんでもちょっと乾燥してるなって感じで、だからこのままどこにすると死にますので、ちょっとこれはやむを得ず水耕にしようかな。水耕にするにしてもどうするのって話があるから、ちょっと水耕にした方がいいかもしれないな。あの乾燥を抑えきれてないなので、あの水耕ね私チャレンジしたこともないし成功したこともないんで、危ないは危ないですけど、ちょっと水耕にします、ちょっと水耕にします、決めました。あの鉢を変えて小さめの鉢で管理して、で水耕でやって、で外側の容器からスポイトで水を、変えるという方向に切り替えます。水耕に切り替えます。もしかしたら水耕がいいかもしれない、もう死んでるかもしれないですこの株がね。あのそれはねもう実験でしかないんですけど、このまま土耕でね、あの全力を尽くした土耕でダメだったので、あの水耕にします。でもう一個ね土耕の株もあるので、土耕が悪いとかっていうか土耕の方がいいと思うんですけど、もし水耕で出ればラッキーぐらいな感じでちょっと考えて、これ水耕に今からします。はい、